岡野茂蔵6月4日から1975年7月16日は、大正から昭和期の実業家、政治家、南洋の貿易王と称された。児童文学作家の岡野薫子の王子にあたる。静岡県品郡陳太を村南荒谷で、岡野は基地の次男として生まれる。高等小学校を経て、私立育英学校中学科に進んだ。 二年次に瀬戸川の氾濫で実家が被災したため、学校を中退し、藤枝駅前の丸重運送で住み込みで働く。育英中学に教師として赴任してきた橋本聖之助と知り合い、社会教育団体の修容団藤枝支部の結成に関わった。1914年にスマトラの雑貨賞、豊原達熊から青年の紹介依頼を修容団のハスヌマを通して聞き、 同年、東洋貿易に入社した。本店主配人、バタビア支配人を歴任し、1919年に独立して、スラバヤに大臣博之を設立した。1922年には、スマランに支店を開設した。続いて1933年に、とこちよだ百貨店をスラバヤ、バンドンに開設し、さらに、バタビア、ジョクジャ、マゲランなどにも開店した。 しかし、太平洋戦争勃発により、事業を断念して、東京に引き上げた。1947年4月、第23回衆議院議員総選挙に、静岡県第1区から民主党所属で出馬して、当選し、衆議院議員に一期在任した。この間、民主党常議員会副会長、同国際貿易部長、同静岡県支部長などを務めた。 第24回総選挙で落選した後に体調を崩し、長野県野尻湖畔の別荘で西洋する。その後、同地の周辺を別荘地として開発し、防災の名にちなんで、文みの丘と名付けた。また、東京都内でカレーチェーン、サモワール丘のを経営した。ありがとうございます。